今年10月、観光シーズン真っ盛りの京都に響き渡った美しい声。その声の持ち主は世界中から集まった世にも美しい女性たち。彼女たちの行くところ、まるで大輪の花が咲き誇ったような明るさと華やかさがあふれんばかり。今年で47回目を迎えるミスインターナショナル世界大会。彼女たちはこの大会に出場するため日本へやってきた世界各地の国や地域を代表するミスたちなんです。今年の日本代表は白田久子さん。目標は一つしかなくて、やはり受賞をするっていう。大会期間中、白田さんに密着。舞台裏の素顔に迫ります。ミスたちは美の観光親善大使として文化交流を深めに日本各地を親善訪問しました。そこで感じた思いとは。美を競い合い、文化交流を通じて理解を深め合うミスたち。その美の祭典の全てをご覧いただきましょう。2007ミスインターナショナル世界大会、ようこそ日本へ。美の観光親善大使たち密着30日。10月3日、世界大会に先駆けて記者発表会が行われました。世界各国から61名の美女が集合したこの大会には、テレビ、新聞、雑誌などの各メディアから記者が殺到。この日はカメラの被写体として最も魅力的に写ったミスに贈られるミスフォトジェニックの選出も行われました。取材記者たちがプロの厳しい目で選び、一票を投じます。ミスインターナショナル2007年度フォトジェニックに輝いたのは、ミスジャパン白田久子さんが選ばれました。今年の日本代表、白田久子さんが見事受賞しました。笑顔を前に出してきました。これ私がデザインした水着なんですけれども、胸 のラインストーンですね、それを可愛く、やはりこう舞台でライトに当たるとキラキラするので、そのところを重要しました。白田久子さん、1982年生まれ、高知県出身。高知の女性らしく、行動的でバイタリティのある女の子だったそうです。そんな彼女に人生の転機が訪れたのは15歳の時。友達が写真を、私の写真を撮ってですね、事務所に直接送って、数週間後にですね、マネージャーさんから連絡があってスカウトをされたという感じです。その後ファッションモデル、女優として活躍。雑誌やテレビ、映画などあらゆるジャンルに挑戦しました。あなたと一緒になりたかった。芸能活動を続ける中、事務所からの勧めでミスインターナショナルの存在を知り、大会に応募したという白田さん。モデルとかの仕事はしてたんですけど、なのであまりこうミスコンっていうものに対して自分が出るって思ってなかったので、でもなんかこう新しいこう世界が見えるかなと思って。白田久子さんです。そして去年、見事日本代表の座に輝きました。あー、一番取っちゃったなっていう、なんかこう嬉しさもあり驚きもあり、でその中でのまだ緊張感も持続していたので、こう変な感じでしたね。受賞後、ミス日本としてユニセフを通じボランティア活動をこの1年間行ってきました。そしていよいよ世界大会に臨みます。代表に選ばれた次の日からいろいろずっと聞かれてるんですけれど、やはりもう目標は一つしかなくて、やはり受賞をするっていう。
10月15日世界一の美女を決める戦いがついに始まりました。世界の国や地域を代表する61名の女性たちが民族衣装、水着、ドレスで3つの審査を受けるのです。その3つの審査を経て61名から最終審査に進む15名のファイナリストを決定。さらにその中から入賞者3名が選ばれることになります。2007ミスインターナショナル世界大会へようこそいらっしゃいました。司会進行を務めさせていただきます赤坂康彦です。どうぞよろしくお願いいたします。テレビ東京の前田真理子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは審査委員長をご紹介します。社団法人国際文化協会特別顧問田島隆です。続いて審査員の皆様をご紹介しましょう。社団法人国際文化協会理事長稲田日夢。人間国宝陶芸家の徳田康吉様。女優の中野涼子様。作家中谷昭弘様。オペラ歌手の中丸美千恵様。女優の斉藤恵子様。国際文化人ラトナ・サリ・デビスカルノ様。社団法人国際文化協会専務理事橋本博文。その他フォトグラフィーや芸能など各分野の一線で活躍されている方々。さらに各国駐日大使夫人や多岐にわたる分野の方にあらゆる観点から厳正な審査をしていただきます。来年は日本代表選出大会を京都で、世界大会をマカオで共催。会場にはマカオ世界大会実行委員会の皆さんも駆けつけてくれました。華やかな大会になると思います。それではいよいよ2007ミスインターナショナル世界大会の審査がスタートいたします。大会の本番直前、メイクルームを覗いてみました。世界一の栄冠を目指して集まったミスたち、今の心境は？ This morning I opened my eyes and said, Oh my god, today is the day. So I feel very excited. I'm very happy that it's finally gonna happen. So yeah, we've been waiting a long time and it's finally here. So very happy.Thinking all the time about the final, where I must go, in what place I must stop, when to smile, when to no. So I'm thinking. Oh. You're not nervous? Yeah, I'm a bit. all the girls, I think. 日本代表白田さんはご両親に電話して緊張をほぐしました。1年間頑張ってきたんだから世界大会は負けと思ってやれば怖くないでしょって言ってくれたんで、すごい楽になりました。まもなく開演。ステージの裏で待つミスたちの表情にも緊張感が浮かび上がってきました。プリーズスタンバイ、スタンバイ、プリーズ。さあいよいよ大会が始まります。第一次審査は民族衣装。ミスたちが自らの国の文化や特色を表した華やかなコスチュームで登場します。大陸ごとにその特色を見ていきましょう。まずはヨーロッパ、中東のミスたち。ミスアルメニア、ミスベラルーシ、ミスチェコリパブリック。今年は日本とチェコの国交回復50周年にあたります。ミスフィンランド、ミスフランス、フランス国旗のトリコロールをイメージした衣装ですね。ミスジャーマニー、I love you. Arigato. Miss Greece. Miss Latvia. ラトビアと日本は
1991年から外交関係を結んでいます。ミス・ポーランド、ミス・ロシア、ミス・セルビア、ミス・スロベキア、ミス・スペイン。スペインのバルセロナと神戸は姉妹都市になっています。ミス・ユクライン、ミス・ユナイテッド・キングダム、ミス・レバノン。ゴールドに輝くのはレバノンの王女をイメージした衣装だそうです。ミス・トルキー。トルコと日本は120年も前から友好関係を結んでいます。続いてエキゾチックな魅力のアジア、そしてオセアニアのミスたち。ミス・ニュージーランド、ミス・オーストラリア。オーストラリアにとって日本は最大の輸出相手国でもあります。ミス・チャイナ、ミス・香港。香港は今年中国返還10周年を迎えています。ミス・スリランカ、ミス・インディア。And I proudly represent the country of beauty and culture, India. Miss Taiwan. Miss Mongolia. 日本とモンゴルは今年で外交関係35周年。Miss Singapore. 今晩は、My name is Rahma Landy and I represent Indonesia. Miss Indonesia. Miss Japan.日本代表白田さんは着物を大胆にアレンジした衣装で登場し会場を沸かせました。ミス・コリア、ミス・タイランド。今年は日本とタイの就航120周年。ミス・マレーシア、ミス・フィリピン、ミス・ベトナム。ヨーロッパ、アジア、オセアニアのミス33名でした。続いてはアフリカ、アメリカ大陸の代表が登場。そしてミスたちが初めての日本文化を体験します。華やかな民族衣装のお披露目でスタートした2007ミスインターナショナル世界大会。続いてのミスをご紹介しましょう。広大な自然と独自の文化を持つアフリカ大陸のミスたち。ミス・リパブリック・オブ・コンゴ。コンゴの衣装は国旗の色をアレンジしています。ミス・エジプト。現在年間およそ8万人の日本人がエジプトを訪れています。ミス・エチオピア。ミス・ナイジェリア。リベリアとは1961年に外交関係が樹立しています。ミス・タンザニア。続いて日本人に馴染み深い北米、そして中米のミスたち。ミス・アルバ。ミス・カナダ。カナダ国旗の赤と白のメープルリーフにちなんだコスチュームです。ミス・コスタリカ。ミス・ドミニカン・リパブリック。ミス・エルサルバドール。ミス・グアドループ。カリブ海に浮かぶ島々、グアドループ。公用語はフランス語です。ミス・グアテマラ。ミス・ホンデュラス。ミス・メキシコ。ミス・パナマ。
きらびやかで大胆な衣装が目を引くラテンアメリカのミスたち。会場も一層盛り上がりました。ミス USA。 最後は世界大会入賞者を多く出している南米のミスたち。アルゼンチンとは来年就航110周年を迎えます。ミスコロンビア、ミスボリビア、ミスエクアドル。エクアドルとは来年で外交樹立90周年です。ミスチリ、ミスブラジル、ミスパラグアイ、ミスペルー。南米で最初に日本と外交関係を樹立した国がペルーです。ミススリナム、ミスベネズエラ。色鮮やかな衣装を身にまとった61名のミスたち。この中から最も美しく民族衣装を着こなしたミスナショナルコスチュームが選ばれます。大会本番前、この賞を選出するために事前審査が行われました。本当にもう綺麗な、もう火の打ち所のないお人形さんがもうわーって立ってるって感じなんで、その国の文化とか伝統とかあのファッションにも触れますからね。でカラフルですよね。それがとっても綺麗、楽しみです。緊張しないで余裕しゃくしゃくみたいなっていうのは、ある瞬間キラッて輝けるから、これが大事なんだよ。ミスナショナルコスチューム is ミスアルバ、ヨネラ・オデュベール。コングラチュレーション。2007ミスナショナルコスチュームに輝いたのはアルバ代表ジョネラ・オデュベールさん。背中の大きな羽は美しいビーチリゾートとして知られるアルバの海と空を表しているそうです。 So awesome and so happy, like my favorite word. I'm so glad because I'm here to represent Aruba, so I win this, so I'm happy. Happy, yes. 大会を前に主催者によるミスたちの歓迎パーティーが盛大に行われました。ミスたちを歓迎し大会の成功を祈るため、各界からたくさんのゲストが駆けつけました。ほとんどのミスにとっては初めての来日。皆さん、日本でどんな経験がしたいのでしょうか。Obviamente el sushi. Sushi. Yo quiero probar el sushi de aquí porque igual es muy diferente al que yo he probado en México. 일본의 젊은 사람들이 많은 곳에 가서 일본의 문화를 직접 체험하고 싶고, 그리고 일본의 온천으로 유명하잖아요. 온천에 한번 가서 푹 쉬고 싶습니다. 10月4日、まずミスたちが向かった先は国土交通省。京都、鎌倉、箱根、そして、横浜、そのようなところへ行かれると思います。よくお話をして、日本のいいところ、そして皆様方の国のいいところを話し合っていただきたいと思います。ミスたちは冬芝大臣からようこそジャパンキャンペーンの観光親善大使に任命されました。これから日本各地でさまざまな体験をします。観光親善大使に任命されたミスたちがまずやってきたのは東京下町の浅草雷門。外国人観光客には人気ナンバーワンのスポットです。都内でも最古の歴史を誇る浅草寺。ミスたちが興味を持ったのがこの煙。悪いところに煙をかけると良いと聞いて全身に浴びているようですが、ちょっと欲張りすぎましたね。しかし初めて触れる日本文化に興味津々のミスたちでした。続いてミスたちが向かったのは古都鎌倉。まずはその玄関口ともいえる鶴岡八幡宮へ。ここでも地元の人たちとたくさんの出会いがありました。
ミスたちがカメラを向けているのは七五三のお参りに来ていた男の子。七五三の説明を聞いたミスたちは、おめでとう、おめでとう、ありがとう。You know he said one ありがとう melt melt melt。この日は2グループに分かれての昼食。こちらはお好み焼き。みんなで作りながら一緒に食べるスタイルは大好評。こちらのグループは外国人にとって日本食の代名詞のような天ぷらを堪能。揚げたての熱々の美味しさにミスたちも大満足でした。次に向かったのは建長寺。日本最初の禅寺で、かつては1000人以上の僧侶がここで厳しい修行をしたといいます。そこで修行の一端を体験します。水を打ったような静けさの中、座禅が始まりました。肩を打つのは罰ではなく、文殊菩薩の力によって励ますという意味があるのです。Y fue extraño porque a la vez es un dolor que uno siente, pero también es algo liberador. También tuve la experiencia de que el monje pues me diera la espalda con la pieza de madera, pero inmediatamente sentí una energía mental bien rápido. Sentí que mi cuerpo se sentía más liberado, que como que podía respirar mucho mejor, me sentía mucho más relajada y definitivamente que...港町横浜にも親善訪問。観光客に人気のスポット、中華街を訪れました。超綺麗、かわいい。異国情緒が漂うエネルギッシュな町、中華街の散策を満喫しました。ミス中国は異国の地で頑張る同胞に出会えて感激。ご自身は希望に得冠軍の谢谢チャイナタウン、チャイナタウン。ミス中国に中華街の感想を聞いてみました。感觉很激动，很激动。啊，有回到家乡的感觉，跟故土一样，感觉非常好，太高兴了。続いて、美しい日本庭園で知られる横浜三景園へと足を伸ばしました。自然の美を生かし、四季折々その表情を変えていく見事な日本庭園に。ミスたちもすっかり魅了されたようです。I wanna be here. Knowing the hotel, I wanna be here. I wanna sleep here. So beautiful. この日、山下公園ではワールドフェスタ横浜2007が開催されていました。世界中の料理が一堂に会するこのイベント、横浜開港150周年記念事業として行われています。また会場内の特設ステージではミスたちが次々と登場し、世界大会を前に横浜市民へお披露目。2009年にミスインターナショナル日本大会を開催する横浜市を代表して、中田横浜市長にパネルが贈呈されました。イベント終了後は母国の料理を食べて舌鼓。来日1週間、そろそろ故郷の味が恋しくなる頃のようですね。 I think the festival is really nice because you know, we are also delegates, like the Miss International contestants are the delegates in this country, and so are all the different countries' fests over here. So I think it's nice to see different countries getting together. ミスインターナショナル世界大会第二次審査のスタートです。水着で登場し、輝くばかりの魅力をアピール。去年は中国で開催されたミスインターナショナル世界大会。この大会で見事栄冠に輝いたのはベネズエラ代表ダニエラ・ディ・ジャコモさん。1年間チャリティー活動をしてきた彼女の最後の仕事は、新たなミスに王冠を託すこと。La que confíe más en ella y que confíe más en todo lo que ha hecho. La persona que tenga más actitud y que se sienta más bella por dentro es la que gana. No la que es más bella por fuera, porque eso es mentira. La que esté más bonita por dentro y lo proyecte. ここで少し世界大会の歴史を振り返ってみましょう。
1960年アメリカで始まったミス・インターナショナル・ビューティー・ページェント。記念すべき第1回大会はカリフォルニア州ロングビーチ市で開催されました。第1回大会の栄冠に輝いたのはコロンビア代表ステラ・マルケスさん。パレードには観衆が殺到し、その数50万人という盛大なものでした。1968年日本の国際親善と世界平和を目標に初めて日本で開催。1970年には大阪で行われた日本初の万博のメインイベントとして大きな話題を呼びました。その後、日本国内で開催される博覧会ではミス・インターナショナルが目玉イベントの一つに。2005年に開催された愛・地球博では、愛と平和を宣言し、博覧会に華やかな彩りを添えました。今年からは国土交通省の観光促進事業と連携、日本を世界へ向けて PR するようこそジャパンを応援するイベントとなりました。ミス・インターナショナルは単に美を競い合うだけのものではありません。女性としていかに社会貢献ができるかを目指しています。毎年開催されるフォーラムではミスたちの熱心な意見交換が行われます。最初のテーマは観光。 What is very unique about my country is the multicultural that we have. We have a lot of cultures, a lot of people from all around the world live in my country, so we speak also different languages from Chinese, Japanese, Spanish, every language you can find in my country. So for a tourist, it's not a problem to visit Suriname because you will always find somebody who understands you, so you can always find your way. Somalia es el que tiene el mayor índice en todo el mundo. Para ayudar a todo el mundo, qué rico poder mostrarle la felicidad, la forma como somos nosotros y darles amor a esos niños, y que yo sé que con eso por lo menos es una experiencia muy digna para ellos y muy enriquecedora para mí. Gracias. Venezuela. Shuwa de 発言するミス・ベネズエラ。実は聴覚に障害を持っているのです。しかしそんなハンディキャップを感じさせないほど積極的に各国のミスたちと交流を深めています。そしてもう一人、ミス・フランスも障害を持ちながらこの大会に挑んでいました。この二人の本大会での活躍に期待せずにはいられません。続いてのテーマは文化交流。El Miss Internacional tiene muy importante intercambio cultural, sobre todo en el tema del traje típico, pues cada representante de los diferentes países del mundo tenemos impregnados nuestras raíces, quienes fuimos, somos y seremos. We can create a new perspective on the world. We can also do something to change in our life. If many countries in the world communicate with each other by your culture, there will be few needly conflicts.Thank you. 彼女たちの思いはより良い未来の創造へとつながっていくことでしょう。10月6日、この日ミスたちが訪れたのは葵流家元葵七友先生の稽古場。初めて見る日本舞踊にうっとり。見るだけでなくミスたちも挑戦。桜桜の曲に合わせて日本舞踊ならではの動きを教わります。皆さん初めてにしてはお上手ですね。
I think I got a great impression from it, and I felt very, it is emotionally, and I didn't know I had a good impressions from the dance, and I felt better. この日は身近な日本文化を体験しようと居酒屋へ。一番人気はやはりお寿司。日本のお寿司は一味違うとミスたちも大満足。ミスタイもお寿司が気に入ったようですが、少々わさびが効きすぎたみたいですね。全くアルコールなしなのにこのテンションの高さ。ここで突然、去年のミスインターナショナルのダニエラさんが4人のミスの名前を読み上げました。インドネシア、フィンランド。どうして呼ばれたのか訳がわからないミスたち。大会期間中に誕生日を迎えるミスたちのためのサプライズパーティーだったのです。4人にとってはまさに嬉しいサプライズ。 So surprised, so happy. This is one new experience for me, and I'm gonna tell all my friends and family back in Indonesia. Yay! At the moment, I wouldn't change this moment for nothing. Thanks, girls.4人にとっては一生忘れられない誕生日となったことでしょう。この日ミスたちが向かったのは日本観光の目玉の一つ、温泉。こちらはさまざまな温泉を水着で楽しめるリゾートスパ施設。ゆっくりと湯に浸かって心と体を癒すのは日本独特の文化。なんとお湯の中に小さな魚が。実はこれ通称ドクターフィッシュ。人の皮膚の古くなった角質を食べる習性があり、それを利用したのがこちらの足湯なんです。美肌が気になる若い女性の間で大人気。綺麗になりたいけどちょっと怖い。心身ともにリラックスできた一日でした。観光親善大使の任務に忙しいミスたちですが、最大の目標は世界一の栄冠。この日は世界大会のリハーサル。親善訪問の合間を縫っての練習は大会直前の2日間のみ。日本代表白田さんの様子はどうでしょう。難しい。ウォーキングだね。そうですね、こうみんなの見てたらやっぱみんな上手なんで、ウォーキングとかちょっと変えて練習だなって思いました。そして大会前日、本番と同じステージを使って最後のリハーサル。厳しい審査を勝ち抜いてファイナリストに残るのは果たしてどのミスなのか。白田さんにライバルを聞いてみました。まあ、あの子だったら選べるだろうなって子はいるけど、まだなんかはっきりとしたあれは分かんないです。メキシコとか、あとスペインとか、あとコリアもやっぱ可愛いです。ベトナムも可愛いです。はい、その中に自分は。第二次審査は水着で健康的な美しさをアピール。ステージ上がガラッと雰囲気が変わります。ミス・スリランカ、ミス・グリース、ミス・チェコ・リパブリック。ミスたちが健康美をアピールする水着審査はまだまだ続きます。ミスインターナショナル世界大会第二次審査は躍動感あふれる水着姿で健康美をアピール。ミス・ルビア、
ミスセルビアの趣味はダンス、そして特技もダンスです。ミスボリビア、ミスベラルーシ。ミスベラルーシの趣味はフラワーアレンジメント、特技は料理です。ミスボリビアの趣味は読書、料理、デザインすること。ミス香港。ミス香港の趣味はダンスと新しいことを学ぶこと。特技はヒップホップとポップダンスです。ミスエジプト。ミスタルキー。ミスタイランド。ミスタイの趣味はインターネット、そして特技はエアロビクスです。ミス USA。 世界中に多くの姉妹都市を持つアメリカ。東京とニューヨーク、京都とボストンなど日本とも密接な関係にあります。ミスジャパン。日本代表の白田さんは自らの魅力を引き立てるため自分でデザインした水着で登場しました。ミスパナマ。ミスカナダ。ミスポーランド。今年はポーランドとの国交回復50周年にあたります。ミスメキシコ。古くから友好関係を築いてきた日本とメキシコ。今年2007年は日本人がメキシコに移住を始めて110周年になります。ミスチャイナ。ミスフィンランド。趣味はダンス、ランニング、馬。特技は馬の調教です。ミスチリ。ミススペイン。ミスジャーマニー。ミスフランス。ミスフランスの趣味は旅行、そして特技は空手です。ミスレバノン。ミスベネズエラ。ミスベネズエラの趣味は映画鑑賞、特技はダンスです。 Thank you so much. ありがとうございました。今回の世界大会でミスフォトジェニックに輝き、日本の美を世界に発信した白田さん。ここでこれまでの日本代表の歴史を振り返ってみましょう。日本人が初めて栄冠に輝いたのは1967年の第7回大会。今大会の審査員でもある公文裕子さんが日本人初のミスフォトジェニックを受賞。世界に向けてジャパンビューティーをアピールし大きな話題を呼びました。1970年の大会では須田敏江さんが世界4位、日本人初の入賞者となりました。1976年中村久美恵さんが5位。1979年にも幅秀子さんが5位に入賞。そして2002年には漆間花さんが栄誉ある世界3位に輝きました。世界の舞台で認められる日本人ならではの美しさをより引き立てるためのテクニックとは。今回の審査員を務める美の専門家山野久子さんに聞いてみました。目がポイントだというふうに私は考えております。目の色に合うアイシャドウなりなんなりで少し目の深みを出してあげて、その中にもこう知性が見えるようないいところを見つけ出して強調することによって、その人を引き出してあげるっていうことが必要になってくるんです。来年の世界大会に出場する代表者を決める2008ミスインターナショナル日本代表選出大会が今回の世界大会と同じ日に開催されました。あでやかな着物姿で現れた来年の日本代表候補たち。厳しい予選を勝ち抜いてきた37名の代表候補の中からミスインターナショナル日本代表が今日こちらで決定するというわけなんです。
着物に続いては水着審査。のびのびとした健康美が審査されます。そしてドレス審査、スピーチ審査を経て、新たな日本代表1名と準ミスインターナショナル4名が決定します。準ミスインターナショナル日本代表、1人目は内田理沙さん、2人目は青山美奈さん。青山さんはインターネット投票によるミスウェブジェニックも同時受賞しました。3人目は宮坂えみりさん。最後の準ミスインターナショナルは久保寺瑞希さん。準ミスの4名には副賞として20万円が贈られます。そしていよいよ来年度のミスインターナショナル日本代表の発表です。エントリーナンバー23、杉山京子。おめでとうございます。2008年の世界大会に出場する杉山さんには賞金100万円が贈られました。そして1年間観光親善大使として全国各地をキャンペーンで回ります。入賞者の5名にはご覧の副賞が贈られました。さらに木下真嗣よりネックレスとブレスレット、相模麻酔岩屋鈴の木より振袖と袋帯、金棒化粧品より化粧品10万円相当、ファミリーよりファミリーメディカルチェア IS、 アラビアンオアシスよりミネラルウォーターが贈呈されました。今年から増設されたミスインターナショナル芸能コース、審査員を務めるプロデューサーつんくさんの眼鏡にかなう人はいたのでしょうか。非常に、悔しいんですけども、たくさんの才能と出会いましたが、今年は厳しい判断で該当者なしといたします。これからを楽しみにしていきたいなと思ってます。皆さん本当にありがとうございました。来日したミスたちが最も楽しみにしていたのが京都。そこで京都の魅力をこの方に伺いました。和美サビと申しますけども、この文化を知って初めて京都の文化はもちろん日本の文化ということが鑑賞できるんじゃないかと。最初に訪れたのは厄除け開運の神社、平安神宮。鮮やかな朱色に彩られた壮大な社殿にミスたちも目を奪われます。平安神宮にまつわる宮司の興味深い話にミスたちは真剣に聞き入っていました。続いて向かったのは華道家元池の坊。こちらでは日本の生け花に挑戦しました。皆さん集中して取り組んでいるようですね。さてどんな作品になったのでしょうか。初めてにしてはとても上手に出来上がりました。ミスたちも満足している様子。ポエムマミー。そこで先生に作品の感想を聞いてみました。花の表情がうつむかないようにというのもすごく気をつけて生けていただいたんでとても良かった。お花って世界中ありますので、それぞれの国でその命のある植物と楽しんでいただきたいと思いますが。 It's a total new meaning to me now when I look at flowers because what I learned today, but I like it. It's more, I appreciate it more now. So it was very fun and very informative. Just like he said, like you go by to give present, just like, but nothing like nice and beautiful and so thoughtful. そして待ちに待ったショッピング。京都の中でも特に外国人観光客に人気のスポットへと向かいました。ハットリハンゾキルビル。愛する家族や友人のためにお土産を選ぶミスたち、つかの間旅の気分を楽しみます。For my cousins,
They all love sushi, so they need something to eat it with because we're really bad with chopsticks. I need to get them to practice. そして清水の舞台で有名な清水寺へ。標高200メートルという高さに作られた独特の建築様式のお寺にミスたちも驚いていました。強い力で私たちを守ってくださいます。今回は特別に境内の成就院で茶道体験をさせていただきました。茶道とはお茶を入れて飲むだけでなく茶室や道具なども含めた総合芸術という説明を聞き、ミスたちはその奥深さに感心するばかり。ところでお茶のお味は？Very calm and they're very polite. I like the bowing. I think it's very polite. I wish we had something like that in England, but we don't. Y es un sabor bastante diferente. No había probado un té así porque es un poco agrio para mi gusto, pero está bien. Está muy bueno. ミスたちは最後に京都市役所を表敬訪問。2008年ミスインターナショナル日本大会は京都、世界大会はマカオの共同開催で行われます。日本の観光を終えて感想を聞いてみました。 Because really it's a very calm and spiritual culture that you guys have and I love that. To visit the temples, to visit your foodTo see, meet so many polite Japanese people, to go to your gardens and to have all that tradition and participate in that. It will be a great experience in my life. I'll never forget. When I come back to Greece, I will tell everybody to visit you. 大会直前、主催者によるホームパーティーに招かれたミスたち。アットホームな雰囲気でもてなされ、大会を忘れて心安らぐひとときを過ごしました。中でも大会の成功を祈って行われた餅つきには大喜び。ミスたちも杵を持って初めての餅つきにチャレンジ。あふれるパワーそのままに大会が開催されました。2007ミスインターナショナル世界大会、優雅なドレスでの審査です。民族衣装、水着に続いて第三次審査は華麗なイブニングドレスでの登場。ここまでの審査で61名の中から15名のファイナリストを選出します。ミス・ベラルーズ。Miss Brazil. Miss Hong Kong. Miss Chile. 今年は日本とチリの就航110周年にあたります。 Miss France. Miss Greece. Miss Japan. 日本代表の白田さんはシックなドレスで登場しました。 Miss Indonesia. Miss Czech Republic. Miss Dominican Republic.Miss Korea. 日本語を学ぶ人が多い国の第1位が韓国です。 Miss Latvia. Miss Mexico. Miss Malaysia.今年の出場者で最も長身なのが身長190センチというミスナイジェリア。ミスポーランド。
Miss Puerto Rico, Miss Russia, Miss Spain, Miss Sri Lanka, Miss Taiwan, Miss Turkey, Miss Venezuela, Miss Vietnam. ここでミスフレンドシップの発表です。この賞は2週間共に過ごしたミスたちが最もフレンドリーだと思う人を投票で選出します。ミスフレンドシップ is ミス香港。今大会最もミスたちに愛され親しまれたのはミス香港クアン・ヒン・ウォンさん。クアンさんのいるところには常に明るい笑顔が絶えず和やかな雰囲気にしてしまう、そんなキャラクターの持ち主でした。 An amazing 2 weeks of my life. Never met so many girls from all over the world with, you know, different languages, different just different everything. And it's been great meeting all of you and getting to know your cultures. And thank you for being there for me all this time. And I love you all. Thank you so much. いよいよ15名のファイナリストが決定し、最終審査に進みます。白田さんの涙はなぜ？今年のミス・インターナショナル世界大会も民族衣装の第一次審査、水着の第二次審査、そしてドレスでの第三次審査が終了。残るは最終審査に進出するファイナリスト15名の発表です。ミス・グリース、ミス・プエルトリコ、ミス・メキシコ、ミス・ジャパン。白田さん、見事ファイナリストに残ることができました。61名の中から最終審査に進む15名のファイナリストに選ばれたのはご覧のミスたち。皆さん、美しさと知性を兼ね備え、平和と美の親善大使の名にふさわしい女性ばかりです。これはファイナル審査のみとなっております。それでは皆さんにはファイナル審査の準備をしていただきましょう。以上15名の皆さんです。おめでとう。嬉しい。すごい。喜びの声を上げるファイナリストの15名。しかし喜んでばかりもいられません。すぐに最終審査が始まります。さあ、これが本当に最後の審査です。最終審査はスピーチ。テーマはミス・インターナショナルとして何をしたいかです。And, at first, I would like to help people from my country who still care from Chernobyl tragedy. And I would like to buy presents, gift children, for children who lives in hostels. And I would like toorganize projects charity. Thank you. With this in mind, I would like to take the Miss International title to be the voice of young women across the world and express the message that with hard work, dedication and determination, we can all achieve our dream.
I would like to help children through charity work and emphasize the climate changes as a very serious problem. We should take care of our planet because of next generations. I will visit every place of this world that poverty or war destroys, and I will give the less privileged people the feeling of hope, because I believe that hope makes the world go round. Arigato. Ευχαριστώ πολύ. At first, I mean, I would visit all my new friends in their country and learn about their culture, their values, and their beliefs, and as well as share mine with them. And this way, we can take a step closer to making this world a more beautiful, a more friendly, and a more loving place. And I know it may sound very cliche, but I've always wanted to be a teacher for them, giving everything in my power for them. Acting as Miss International 2007 who has the access, I'll be the megaphone for them. With my title, hopefully, I can fulfill their dreams and also mine. Thank you very much. Miss Japan. 日本代表、白田久子さんのスピーチです。戦争や貧困のみならず、理不尽な生活を強いられ、道しるべを失いながらも生きていかなければならない人々、世界中に多く存在します。そういう環境の人々が今も同じ時を刻んでいるということを意識し、日本女性の品格と高知の女性の気の強さをもって、この問題を真意に取り組んでいきたいと思っております。Is to introduce history and culture of Asia as well as Korea. If we can share understanding, that will be great power toward harmony. Thank you.I, as an ambassador of goodwill, would speak up for human rights, such as children's human rights. I believe that children are so innocent, yet so intelligent, and they deserve to grow up in nurturing, yet educational environments. I would also speak up for violence, which is due to a lack of tolerance, dialogue, and respect. And last but not least, I would speak up for our ecology, which is at risk due to global warming. Thank you very much.I will have the opportunity of sending a message of goodwill to all, promoting dialogue between people and nations. We can no longer think in divisive terms, them and us. We all are unique, but at the same time, equal to each other. Regardless of the title, I would like to use this opportunity to draw attention. We ought to invest in health, safety, and education of our youth because they are the real future of our world. Thank you so much. Arigato. If I won Miss International 2007, my desire consists in combining the fashion world with being a UNICEF ambassador, if it could be possible. Also, I admire UNICEF work a lot because I think that this organization makes an essential work in the world. If I win this title of Miss International, I would like to take the message of peace and goodwill to the world. And I hope to continue drug prevention as well, as much as I can. Thank you. Good night. As Miss International, I will try to be goodwill ambassador between our different cultures. Kesinlikle başka kültürlerle de Japon kültürünü paylaşacağım.15名のファイナリストの皆さんの心からのメッセージをお伝えいたしました。大きな拍手をお送りください。 Thank you very much. Ladies, thank you. 息が上がって泣きそう。もうなんかこれだけでちょっと。入賞者にはご覧の副賞が贈られます。
よ今年のミスインターナショナルが決定。果たして日本代表白田久子さんは。いよいよ世界一の美女2007ミスインターナショナル誕生の瞬間が近づいてきました。いよいよ結果発表です。2007準ミスインターナショナル第3位はミスベラルーシ。どうぞ前の方にお進みください。ミスベラルーシ。第3位はベラルーシ代表ユリア・シンジュエヴァさんには賞金80万円が贈られました。それでは続いて2007準ミスインターナショナル第2位の発表です。2007準ミスインターナショナル第2位はミスギリシャ。第2位はギリシャ代表デスピーナ・ブレパキさんには賞金100万円が贈られました。ミスインターナショナルはミスギリシャに決定いたしました。おめでとうございます。コングラチュレーション。いよいよ新しいミスインターナショナルの誕生です。2007ミスインターナショナル is ミスメキシコ。2007ミスインターナショナルの栄冠に輝いたのはメキシコ代表プリシーラ・ペラーレスさん。プリシーラさんにはエステールの王冠、そして今回の審査員も務めた人間国宝徳田八十吉さんの手による九谷焼のトロフィーが贈呈されました。 You are Miss International 2007. How does it feel? Oh my gosh, I can't believe it. I'm shaking right now, but I'm so happy to be here and I feel so lucky to be representing my country. I'm so proud of Mexico and I don't even have words. I'm speechless. It's likeThank you so much. This is a dream come true, really. Thank you. 今年のミスインターナショナルに輝いたプリシーラさんがメキシコに帰国。世界一の美女に一目会おうと空港には大勢の取材陣とファンが待ち構えていました。本人もびっくりの大騒ぎです。親しい友人や関係者を招いて行われた祝勝パーティーで改めて喜びをかみしめたプリシーラさん。この日最も嬉しかったのはずっと応援してくれていたお母さんが駆けつけてくれたことでした。Me dan ganas hasta de llorar, o sea, siento que es como una muñeca, no sé, o sea, no tengo ni palabras, es una emoción muy feliz dentro del corazón, muy contenta. 家族や友人たちと喜びを分かち合ったプリシーラさん。しかし翌日からは大忙し。ミスインターナショナルとしてテレビやラジオなどあらゆるメディアに出演。そこで世界の子どもたちのための援助活動、平和への願いなどを訴えていきます。それがミスインターナショナルとして選ばれたプリシーラさんの務めなのです。その思いは母国のメキシコ大統領のもとに届きました。Interesaría mucho colaborar también aquí en México con ese tipo de labores, los niños, que se me hacen nuestros
futuros líderes, por supuesto, y merecer. 世界の平和を願い、国際親善を深めるために続けられてきた美の祭典、ミス・インターナショナル・ビューティー・ページェント。今年も盛況のうちに幕を閉じました。民族や言葉、文化の違いを超えて友好の輪を広げてきたミスたち。母国へ戻っても世界の国々との観光促進による相互理解、国際社会への貢献といった大会の理念を胸に、その友情のネットワークを広げていくことでしょう。平和と美の親善大使たちがその思いを未来へとつなげていくに違いありません。ようこそジャパンの観光親善大使としての役目を無事に果たしたミスたちは、国土交通省の柴田審議官に大会の成功と各地での素晴らしい経験を報告しに行きました。大会の収益金は愛一つ基金として、読売愛と光の事業団並びに日本ユニセフ協会へと手渡されました。